スパフランコルシャン、シルキュイドスパ、イコールフランコルシャン、サーキットデスパフランチャーキャンプスは、ベルギーのワロン地域リエージュ州にあるサーキットである。スパとフランコルシャンにまたがっていることから、この名称が名付けられている。現行の F1 使用サーキットで、他のコースが長くても、全長 5km 台であるのに対して、このコースは 7.004km とずぬけて長い。 リエージュ州とリエージュの南東 30km、ドイツとの国境に近いアルデンヌの森に位置する。高低差 104m という、激しいアップダウンの間に難易度の高い、高速コーナーが連続しており、コースに対し高い評価を与えるドライバーは多い。1924年に、第1回のスパ24時間レースが開催される。ヨーロッパグランプリは1925年に開催。 会一ベルギー GP や耐久レースのスパ 1000km をはじめとする各種の大きなイベントが開催される。1990年まで二輪のロードレース世界選手権のベルギー GP も開催された。レースが開催されるようになった当時は全長 14km 以上ある長い行動コースだったが、スピードが出すぎるために開催を中止し、コースを回収。行動区間の一部、スタブロー、 ラスルス、レコーム間を残し、レース専用区間、レコーム、マイナススタブロー間でつなぐ形として、1978年に、現在のコースの原型が作られた。現在は常に、レースが開催できるように、行動部分にバイパスが作られ、完全なレース専用のクローズドサーキットである。1985年には、再舗装工事の遅れにより、路面が剥がれ、ドライバーの訴えにより、 ベルギー GP 開催が延期されるという騒動があった。2003年には EU 圏のタバコ広告禁止により、会一が開催中止となったが、2004年には復活を果たし、その際にバスストップ試験が回収された。2006年はピットレーン周辺の問題から、会一が開催されなかったが、バスストップ試験とピットレーン施設を回収した2007年に再開された。 2008年のグランプリウィークには、同年他界したベルギー出身のレーサーで、自動車ジャーナリスト、ポール・フレールの功績を叩いて、ストア・バロットが、ポール・フリアー・コーナーと改名され、コース脇に記念碑が建てられた。新ピット施設前の短いホームストレートを過ぎると、すぐに訪れるのが鋭角な右ヘアピン・ラスルス、コントロールラインからの距離が短い上に、急減速するため、 決勝スタート直後にたびたびここで接触事故が起こる。以前はコーナーの立ち上がりのアウト側に縁石があったが、ナイジェル・マンセルがさらにその外側を走るラインを見つけた。その後ほとんどのドライバーが彼のラインをオートレースするようになったためその縁石は取り除かれたが、2007年の回収により再び縁石が設けられ、コースをはみ出して大回りすることはタイムロにしかならないようになった。 それでもスタート直後の接触を避けるためあえてはみ出すケースも見られる。ラスルスを過ぎるとキューピット施設前の坂を駆け下りるツーリングカーのスパ24時間レースではキューピットを使用し坂の途中にスタートフィニッシュラインが置かれる。下り坂の終点の左コーナーをルージュへ飛び込むと急な上り坂に転じ続くラギオンを右左と小刻みに切り返す。 時速 300km 近いスピードで駆け抜ける。このセクションでは、地面方向へ強い縦 G がのしかかる。ドライバー視点からは壁のように見えるといい、現在世界中に存在するサーキットの中で最も度胸が試されるコーナーの一つと言われている。1985年には、世界耐久選手権のスパ 1000km で、ステファン・ベロフがウォールに激突して死亡。 1994年は、アイルトンセナの事故死など、海一の安全性が問われ、オールージュが試験員に変更されたが不評だったため、翌年からランオフエリアを広げることで、元の形に戻された。2006年に、海一のエンジンが2.4リッター V8 になってからは、アクセル踏切でクリアできるようになり難易度が下がった。なお、オールージュとは、コーナーの下を流れる川の名で、 フランス語で赤い水を意味する。日本の温泉地にも時折見られるもので、川の水に鉄分を多く含み、赤く見えることに関係している。オー・ルージュの出口にある、左コーナー、ラギオンを越えると、上り坂のケメルストレートに入る。長いストレートであることと、オー・ルージュの抜け方によって、最高速度が大きく変わることから、オーバーテイクが頻繁に行われる。2000年、ここで、 ミカハッキネンが周回遅れのリカルドゾンタを挟んでシューマッハをオーバーテイクしたことがある。このシーンは各メディアで20世紀最高のオーバーテイクと言われるほどスリリングで驚異的なものであった。ストレートエンドのレコーム、マルメディ、マルマディ付近がコースの最高地点となり、これを越えると下りの中高速コーナー区間が続く。ヘアピンのリバージュ、リーブジを回り込み、 二輪高速コーナーのプオン、S 字のレファーユを流れるように通過し、ポールフレイルコーナーで減速する。左にカーブした、前回区間の後に超高速左、コーナーブランシモンが待っている。ここは、ヨーロッパのサーキットの中で、最も通過速度が高く、オールージュと並んで度胸の試されるコーナーである。鈴鹿サーキットの 130R 同様、ここを、 スロットル全開で抜けられる、マシンセッティングになっていなければ、スパで良いラップタイムは作れない。1992年にリジェノ・エリック・コマスが、予選中に大クラッシュしたほか、2001年には、ルチアーノ・ブルチとエディアー・バインがここで接触し高速で、タイヤリアに激突、赤旗中断となる事故が起こった。ブランシモンを抜けると、最終セクションのバスストップ死刑員で急減速する。 ポールフレイルからここまで全開で走行してくるため、ここもオーバーテイクポイントとなる。かつてはバス停のように本線から分かれてまた合流するような形状の連続死刑員だったが、エスケープロードとピット入り口が重なって危険なため、2004年にコース内側を造成してエントリー部が回収された。しかし、ブレーキング勝負がしにくくなったことから2007年以降は、 ストレートを延長し、最後にタイトな試験を置く形に再変更された。この試験員を抜けると、ラスルスへ続く短いホームストレートに出る。コース全長が長いため、第1ベルギー GP では、フィニッシュ後にウィニングランを行わず、ラスルス先のピット出口から、ピットレーンを逆走して、パルクフェルメにマシンを駐車する。このようにテクニカルなコーナーの連続で、 サーキットが構成されており、マシン性能が優劣を決めやすい、通常の高速サーキットとは一線を画した、ドライバーの実力を問うドライバーズサーキットとして世界に、名を馳せている。サーキットが山の中にあることや、コース長が長いことから、天候が目まぐるしく変わったり、雨の降っている地点と降っていない地点が混在することがある。この天候は、スパウェザーと呼ばれ、 レース展開を左右する要素の一つでもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。